夜行の階段は松本清張の長編小説。週刊新潮にガラスの鍵のタイトルで連載され、過失訂正の上、1981年12月、新潮社から単行本として刊行された。後に電子書籍版画も発売されている。テレビドラマ化もされている。新進青年美容師の野望と彼を取り巻く女性の打算を軸に発生する。 犯罪事件を描く、長編ピカレスクサスペンス。才能はあるが出世のチャンスがなかった一回の美容師、佐山が、様々な女を利用して、まるで階段を登るかのごとく、栄光をつかもうとする。小説前半の舞台となる、福岡市の夜景天杯山山頂から見た福岡市街、松本清張ドラマスペシャル、夜行の階段。 1983年3月9日から3月30日まで TBS 系列で毎週水曜日の22時22時54分に4回にわたって放送された。キャストスタッフ松本成長スペシャル夜行の会談。1986年4月1日日本テレビ火曜サスペンス劇場で21時2分23時21分に放送された。 視聴率21.9%。桑山賢治が主役に設定され、事件を推理し、佐山を追い詰めていく姿を描く。佐山道夫役は、辰巳拓郎と、江野木高明のいずれかで検討されていた。キャストスタッフ、松本清長特別企画、夜行の会談1995年9月25日。 TBS 月曜ドラマスペシャルで放送された視聴率17.8%キャストスタッフ2009年4月23日から6月18日までテレビ朝日にて毎週木曜日の21時21時54分の木曜ドラマ枠で松本清長生誕100年スペシャルとして放送された主演は藤木直人現在は DVD 化されている 番組途中の第4話から筆頭スポンサーカオーの表示方法が若竹色のカラーテロップに変更された。キャスト以下、カッコは出演話数スタッフ放送日程。ありがとうございます。